よし。まだいる。オッケー。まだ奥来るか？リロード挟もう。オッケー。オッケー。おー皆さん、迷彩チャレンジ挑戦してますかね？最近僕もね、ちょこちょこ進めてるんですけど、今作の迷彩チャレンジ、なかなかに難しくてですね、特にランチャがなかなかにきつくてですね、ランチャまずね、敵を50キルしないといけないんですけども、本作のフラッグジャケットがものすごく硬くてですね、もうランチャ直撃でも死なないんですよ。めちゃくちゃカチンコチン、もうカチンコチンチンコ。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回はミラノ、SMG のミラノちゃんを使っていきたいと思います。アルファ版の時は、ものすごいこの武器ね、猛威を振るってたんだけど、まあ非常に製品版で弱体化されて、僕も前回動画で紹介した時、アタッチメント全然解除してない状態だったんですけど、まあ今回完璧に解除してきて、まあ僕の思うベストカスタムを作っていきました。このね、バレルの一番下のタスクフォースですね、これつけたら、なんかすごい溶ける気がするんですよね。で、プラス5ダメージが 5% アップって書いてあるんだけど、確かこれ、ね、別キルタイムが早くなってるわけじゃないんですよね。まあでも、弾速と射程がどっちも伸びるので、非常にこれつけると強い気がします。やっぱりミラノってね、レート低くてダメージが高い系の SMG なので、結構中距離が強いんですよね。だから射程はできる限り伸ばしたいので、射程と弾速は伸ばせるタスクフォースつけて、まあ、グリップは今一番下のグリップつけてるんだけど、ここはちょっとね、まだ試し中ですね。ちょっとまあ多分でも多分一番下がいいと思います。で、拡張マガジンつけて、で、弾持ちいいんだけど、この SMG。だけどちょっと拡張をさらにつけて、まあ、長所をさらに伸ばしてる状態ですね。で、ハンドルはとりあえずスピードつけて、ストックはレイダーつけてます。はい、というわけで今日も17万人目指して頑張ってるので、よかったらチャンネル登録まだしてない方はよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。さあ、開幕フラグ当たんなかったな。センター1枚だけ来てるやつ倒してポイント。うわー、倒しきれないか今の。これリスポーン変わってるな。危ねえ。うわやばい、リスポーン変わるの早いな。やっぱり今作は、そのマップがちょっと狭いから、中央、すぐマップの中央付近まで到着しちゃうからね。それより先に行くとね、やっぱ変わる可能性がありますからね。やっぱくっついちゃった。これで一人ぐらい近きそうだよね。どうだ？次のエリア、やっぱり来た。次のエリア反対なんだよな。ぐるっと大回りしたいですね、ここ。どうですか？やばい。爆発する爆発するドラム缶爆発する。 OK、 こっちから回りましょう。 OK、 いいねいいねいいね。この横移動の速さ、バレてるよねこれ多分。バレてるね。これは急ぎましょう。 OK、 ナイス。 OK、 ナイス。いいね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 。大丈夫か、後ろ。後ろカットしてあげて、で、外周来ると思うので。ナイス。あ、これ。まだ来るから。いや、リスポーン変わったな。いやー、やっぱりこれ、ミラノ強いよな。気のせいじゃないよな、この強さ。あ、下。うわー、あれは難しい。おー！すごい、今半分ぐらい減ってたぞ、今の。数発で、2発ぐらいかな。いや、減るね、減るね。減りまくるね、敵の体力が面白いぐらいに。さあ、どうだ？外周いるんじゃない？ナイス。危ない危ない、くっついちゃう、くっついちゃう。ミサイル呼びたいな、これ。ちょっとこの辺で伏せて呼んじゃおう。うん。多分敵完全に奥脇でしょ。オッケー。おこれまさかの、よー !5! あ、やばいやばい !5 枚いったんだけど、うっそ、やばやばい !5 枚いった。どうだこれ。このモーマシン、大切に、大切に行きたい。ただまだ奥は空いてる。
いや、最高マジで。あー、このゲーム楽しいな、マジで。ほんま、敵倒した時の気持ちよさがやっぱ一番だわ。そして、あっさり死ぬんだよね、こういう時。あっさり死にましたね、僕。さあ、VTOL当たるかな、これ。微妙な位置だけど、どうだろう。削りはするけど、赤点映んないな。そこか。ええー、うわー、マジか、エアパトロール出てきたか、これ。なるほど、エアパトロール持ちとなると、高スコアストリーク、あまり役に立ちませんね、俺だと。なんか今作のスコアストリーク、ほんと弱いよね。なんか、落とそうと思えばかなり楽に落とせちゃうのと、まあ、今までの BO シリーズで言うと、なんだ、レイスとかラプスとか、まあ、自分が操縦しないで大量キルしてくれる系のスコアストリークはないから、強すぎないか、今の。やばいやばいやばい。なんかね、今作のスコアストリーク、本当に、まあ、大量キル難しいよね。どうだ、これ、リスポーン。今、いたな、いたな。どうだ？なんか、全く、リスが把握できないんだけど、やっぱこっち脇か。危ない。どうだ？次のエリアどこだっけ？初期っぽだっけな？おお、ナパーム。あれ味方さんすれ違ってない？いやー、大丈夫？グラグラキ入れとこうか。削って。これ勝っちゃうのがミラノ。これ勝っちゃうんです。僕の上にいるな、これ。多分右レーン来るね。多分こっち来ると思う。今いたな。いや、ここ強いよな。ここ強いんですよ。ちょっと上がってみよう。プシュプシュ。やべ、バレたか。いやーいやー、今の勝っちゃまずいでしょ。やっぱなんだ、威力高いからなのか、この武器は。よしよし。大マシンだね。右からローテしてくるのをカットしつつの、自分が想像してるエリアと違った。こっちじゃない、こっちじゃない。次、右側だ。なんか撃たれてない僕。撃たれてるよね、これ。撃たれてるよね。どっち先かな。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。んー、なんだ、なんだ、なんだなんだ、さっきから。サップ多くないか、至るところに角待ちサップがおるね。あ、敵の空爆だ。うわー、なんか一発目僕耐えてた気がする。やばいな、ちょっと押され始めたな、俺。よしよしよし。大丈夫？これ味方の空爆かな？よし、ローテしよう。ミサイル出たね。やばいやばい、どうなってんだこれ。今の敵死んだのかな。ここでリロードして、空爆呼んでも多分今隠れられちゃうから、味方が建物制圧してからにしようかなと思ったら、これリスポーン変わってる、リスポーン変わってるな。おお、どうなってんだこれ。1、2、3枚。で、最奥にいるな。どうだ？やってくれたか？倒してくれたっぽい。ナイス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 。で、敵のナパーム来た。ナパーム来た。撤退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 。なんか今いなかった？大丈夫か？頼む。え？生きてる、さっきの。やばいやばい。なんかやばくなってる。やばいやばい、マジで押され始めてる。なんだなんだなんだこれ。なんだこれ。敵が急にパワーアップしてる。どうだ、頭しない？角にいるね。よし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 。全然負ける気がしない。撃ち合いに関しては。構えた時の撃ち合いに関しては負ける気がしない。負ける気がしない、負ける気がしない。この弾持ち。この弾持ち。
おー、マシーン。いつも変わってない。あー、撃っちゃったよ。もう撃っちゃったよ、一発。撃たなければ。撃たなければ。まだは、死んだ時に使えたのに。死んだ後に使えたのに。いやー、やばいな。今日、スコアスティック全然刺さってないな。大丈夫、敵のミサイル。僕、生きられますか？ちょっと、これを角待ちしようかな。ここあったかいわ。あ、下に降りてった。どうだ？下にまだいる？いなくなってるね。俺、リスポーン変わったのか、もしかして。いやー、椅子の把握が難しいし、まさかのナイファーだし。うん、ナイス。ポイント入った。これは削って、右レーン来ると思うから。よし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 。おぉ？よし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 。ナイス。よし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 。あ、まずいまずい。バレてる？これ。これバレてます？逃げ入って、あー！待って、あと、あ、あと3点か。まあまあ、これはさすがに、勝てます。あと1点やもん。あと1点。これはいける。1枚だけいるな、なんか。よしよし。おー、近近近。おー。やっぱあれ、横移動早いのは強みだよね。完全に。やっぱ横移動早ければ早いほどいい。まあ試合的にはちょっと流れはあまりよろしくなかったけども。まあ1万ダメージは乗りましたね。はい、というわけでお疲れ様でした。よかったら今日の動画もチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。